本日2024年4月25日18時23分。ちょっとまあ、だいぶ前なんですけども、戦国ロードというゲームでですね、まあ、まあ、こういうプレイヤーの方などが、まあ、喋ってる、まあ、チャットの内容ですね。それ一応撮影して、一時停止とか置きながら、押しながら、対応していただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、iPad の方の、この撮影してる内容とかも、重たくなってきてるので、まあ、良識的な人はね、会話の内容を見てもらって、こういうふうなことを、述べてくれています。で、まあ、この人はね、まあ、こういうふうな、ことを言ってくる人ですね。一応、こちらの方では日付出てるじゃないですか。けど、先ほどの画面は日付が出てなかった。で、まあ、その辺のところはちょっと違和感がありますね。あと時間、時刻。あとはまあ、こういうふうなものも、記録しておきます。まあ、自分が所属していた革命という、語形。まあ、その鯉のぼりの旗、ついてるところは、まあ、京都となってますけども、まあ、この人は、嘘を言ってくると。まあ、名前の付け方がね、ちょっと、良くないんでね。子供を切ると書いて、同時切りっていう名前ですからね。ちょっとまあ、気をつけておいた方がいいでしょうね。まあ、こういうふうに攻撃してくると。あとはこれをこのプレイヤーの名前の人ですね。今度はこれはね、我が天下というゲームの方ですね。交渉を持ちかけられてきたんですけども、まあ、無理のある内容を言ってくると。まあ、他国の言語も使われてるんで、2カ国語なのか、これは、どうだったかな。多分、翻訳機能を使っては見たんですけど、翻訳はできてなかったっていう状態ですね。まあ、入局する時間帯を合わせて、先に勝たせてくれと、後で、勝たせてあげるからというようなことを言ってくるんですけども、そんな都合よく同じタイミングで、まあ、入局することってまずないです。というような、これね、まあ、挑発行為みたいな、この内容で本当に中国語で書いているとすれば、まあ、ひどい挑発行為でしょうね。まあ、次は、また、戦国風部の方へ戻りまして、まあ、こちらですね、削除してる。これ、上の上記の日付がその日の日付なんですよ。それが12月の18日、22時、12分42分。1秒にて削除というようなことになってるんですね。だから未来のことをみたいなことを、記載してるんですけど、まあ、人間が行ったのかコンピューターが行ったのかっていうところは調べといた方がいいですね。まあ、大体名前見た時にね、変な名前とか、あと記載されてる文言で、まあ、その人がどういう人なのかっていうところを判断しといた方がいいですね。
で、これはね、警察の方に通報しに行って、この人にまだ何も言ってないのに、エースコックのワンタンメンが、2個亡くなったらしいですっていうことは、警察官の中に、情報を、流出してる人間がいるのか、警察署の、有馬警察署の中を可視化していて、情報を回してる人間がいるのかのどちらかですね。これ、だから、で、そういうふうなコメントの時にね、日付と時間帯出てないでしょう。で、あと、まあ、薬マークとかは、載せてきて、まあ、脅迫的な、行為を行ってきてると。で、あと、この尊大な川っていうものが、合計で、喋ったら、追放とか何か、こういうチャットの欄のところでね、合計のところで喋ったらっていうことを言ってるんですけども、まあ、どこの会社の誰かっていうところを、ちょっとね、調べてみたいですね。案外、その別校の関係者の人なのか、テレビ局関係者なのか、まあ、その辺のところでね、だいぶ、対応するべきところは対応しなきゃならないなと思っています。まあ、特に放送会の方たちの方で、対応していただきたいなと思うんですけども。まあ、この辺のところはエネルギーの残存量問題のことを言ってるんですけどね。まあ、誰も、まともに相手してくれる人がいないと、その会話の内容で。一応、他のプレイヤーの人たちとかも、返してくる文言で、まあ、どういう人かなっていうことが、多分ガンダム関係の人じゃないかなとか思うんですけども、まあ、このアツシという人も、どこの誰かわからないです。自分のことが、俺のことを知らないのかみたいなことを言ってきた人なんですけども、多分まあ芸能界の淳っていう人だと思うんですけども、淳っていう名前の人いっぱいいますから、わからないんですよね。これは、我が天下の方ですね。まあ、ちょっと嫌がらせをしてきたプレイヤーがいたので、ああいうふうな会話になってました、文言が。で、まあ、このプレイヤーは、秦国に、所属してるのに、マークはちゃんとついてないと。ついていないという状態ですね。まあ、結構変な人が混ざっていたっていうことですね。で、また、お薬出しておきますねってこう言ってくる人間ね。この人間も、多分、粟井圭介を精神病院行きにして、隠蔽して金稼いできた側の人間の可能性は高いですね。挑発行為とか行ってね。だから、この頃は、日付がこの日付ですね。その頃から、まあ、選挙回数とか変わってくるでしょうけども、これで大体人物は特定できると思うんですよ。政治ポイントとかいろんな部分とかで。
間違いがないっていうようなことを指差してきてるマークを出したりとかも、まあこれは、まあどういうふうな先ほどの行為かっていうのは大体わかりますよね。あとはどうかな。またはまあ自分の、現実的なところでの悩みのことを言ってますね。まあまあこの方は、まあ後でね、態度変わってきたんですけども、そのテレビのそのフェイクニュース、そのウクライナの件は戦争じゃないんですよね。で、そういう戦争のフェイクニュースを昔から放送していると。まあ、そのことがよくわからないで、いた人ですね。分かってて言ってるのか、分かってて言ってないのかわからない。で、このヒデキンっていうプレイヤーの人、もともと私を誘って、で、このロボットマークの、国に、入国することを勧めてきた人なんですけども、まあこの人はだいぶある程度お金使ってますね。で、まあ僕のこと誘ってきた人だから、まあ芸能界関係者か誰かで、まあ石油の採掘可能埋蔵量とガスの採掘可能埋蔵量は残り何年か記載してくださいって、まあ聞いてみたんですが、そしたらはって言われて、有名人の人間がね、広めなかったら、広めれる人間はこの世にいないんですよ。政府だけだったら。で、政府とテレビ局は一緒に、まあ有名になった人たちが、まあ、広めなきゃならないんですけども、その対応はね、はとか言われたものですから、まあ、こういうふうな、文言に私の方も、まあ、なっていた状態ですね。で、その後、国家から追放されてるんですよね。このシミルっていう人も、多分状況を知らなかったと思うんですよ。さっきの個人、個別のチャットでね、どういうふうなことがあったかって。で、このゲームとの進行とどう関係があるんでしょうかっていうことだけを求めてきて、世界全体的なことをね、考えている人がいないと、存在しないということになってきています。で、まあ、感触は少々以上まで来ている人って、まあ、大抵ある程度の年齢のもので、かなりある程度お金を使ってる人間で、まあ、それなりの所得があったはずなんですよね。あと、まあ、この秀樹っていう人ね、僕を誘って通常局へ入局しておいて、で、まあ、全然、援護とかなしで、ほったらかしにしてくると。これがね、その頃の状況ですね。で、まあ、この人、ホルスって書いてる方、なぜマークを統一しないっていうことを聞いてるんですよ。で、なんかもうコメントが幼稚でしょ。ほら、私は敬語で話してますが、そちらいきなり呼び捨てですよとか、わけのわかんないこと言ってるんですけども、はぐらかしてばかりなんですよ、相手の言ってくること。裁判所ではその喋り方通用しないですね。で、もともとこのロボットのマークをついてるこの国も、最初27人ぐらいだったんですよ。僕を加入させて、他の、人たちを、まあ、呼び込んできていたような状態だったみたいですね。
これね、裁判関係の人間とか経験者とかだったら、まず何があったんですかっていうことを聞くんですよ。シミるっていう人が仕切ってる部分とかあるんですけども、秀金さんと一体何があったんですかっていうことを聞いてみたらいいだけども、あとね、このゲームの、日本語での、社長名が、有効氏っていう名前なんですけども、まあ、そういうふうな、名前を付けた人なのかどうか、先ほどの方が。まあ、先ほどのプレイヤーで、講師っていう、名前の人がいましたけども。まあ、どこの会社で働いていたなど全てが出ると笑い事ではなくなるっていうことを、まあ、普通に伝えてますね。まあ、先ほどの、上の方、まあ、人間かコンピューターか分からない、むしろコンピューターの会話の仕方だっていうことを私はコメントしてるんですけども、会話が単調なんですよね。で、呼び捨てだけですごくこだわる。だから相手のことを、民法720条の正当防衛が抜けてる。先に呼び捨てみたいな派っていうことを言ってきたのは秀金さんなんですよ。順番見てもらったら分かる通りに。で、この数っていう人は700円送ったろかっていうのを何回も言ってきますね。これはこれでなんか変なんですよ。こういう会話になった時、すぐにそういうコメントが出てくるっていうこと自体は変でしょう。そんな四六時中もこれぐらいの頃って、伝説の武将の、イベントとかがメインで、まあそれで功績を稼ぐような形とかで、で、まあ何日かに一回その入局するような形で、良いような状態が出来上がっているわけじゃないですか。だからそんなに入局する頻度ってみんな少なくなってたはずなのに、すぐにそういうコメントが出てくるっていうのは、僕の画面を見てる人間だったのかもしれない。で、政府の人間なのかどうか。仮に政府の人間だったとしても、しっかり物事が分かってる人とそうじゃない人って存在しますか？エネルギーの残存量問題で。まあ、ちょこちょここう一時停止を押してもらって、記載してる文章を読んでもらったら分かると思うんですけども。まあ、この人は、以前から喧嘩を売ってくるようなことを言ってきますね。まあ、レベル見たところ、まあ、ずっとゲームを、ただしてるタイプの人なんでしょうね。ネットを申すって書いて、神っていう、こういう表記の仕方、昔からなんかこう、インターネット業界、インターネット関係のそのコメントでそういうふうな名前の付け方をする人いますけども、ちょっと変ですよね。まあ敬語云々の話をしてましたけども、この2名に対しては、さっきの、まあ、仕切り屋のしみるっていう人間は、何も言わない。まあ、これが、実態ですね。で、剥奪。一方的。あとは、まあ、戦国風武の方なんですけども、なんか、まあ、個性のメッセージ、変な人とか、
まあ、ちょっと記録していたんですけども。あと、まあ、この記録してって言われたので、まあ、記録しておきましたね。まあ、ここでもね、本当のことをこう、いろいろと記載してるんですけども。これは私が小学生ぐらいの頃ですね、小学生か中学生ぐらいの頃に、まあ、山口組っていうのがね、田岡御殿っていうのが、神戸市の、灘区か東灘区にあって、そこは田岡製薬所、兵庫県の播磨の方に、姫路市よりももう少し西の方ですね。そこにあった製薬所で、まあ、三井系列のところなんですよ。もともと商社があって、その後、証券会社、銀行という形式で、まあ、フィナンシャルグループの中に製薬会社が入り込んでるんですね。だから、薬を使って脅迫してくるっていうのは、それがね、経済界と、まあ、行政と癒着してた人間の実態っていう、その本当の話ですね。あと、まあ、変なマークつけてくる人間。そういう人間もいたので、まあ、そういう、まあ、こういう、急に参加してきてるんで、誰かに LINE か何かで言われて、まあ言ってきたというような人間ですね。まあ普通あんな変なマーク、使用したりしないですね。あとはこれは我が天下なんですけども、長時間ログインしていないためアカウントの再ログインの確認が必要ですっていう内容が出てくるんですけども、本当はね、長時間ログインしなかったわけじゃないんですよ。で、その後、これが出てくるんですよ。で、一応、中国での、別校の、別校さんの、元々の名前は、この名前だったと思うんですよ。あと、横文字表記でもね、会社名があったと思うんですけども、だから、どれが本当の会社名なのかっていうのは、ちょっとよくわからない部分がありますね。あとは、ま、この人、エデンって書いてる人ですね。この人、まあ、とにもかくにも、まあ、だいぶ前から私お金使ってませんから、まあ、とにかく弱いと。で、まあ、こちらの方を必要に、狙ってくる。同じ局で出てくると。で、まあ、これがね、この時の私の状態だったんですけど、まあ、マーク見てもらったら分かる通り、だいぶまあ範囲広げてたんですけども、まあ横取りで、来られたと。これエレンさん横取り言わなしですよって言ってるんですけども、返答はなし。まあまあ、かなりの、卑怯者ですね。これね、他の画面で分かるかな。まあ、この一番この紫のね、この人を僕が狙ってた時に、まあ、このエデンっていう人はこのオレンジ色のマークだったんですけど、ここまで来て強引に、奪い取っていくと。まあまあ、だいぶまあめちゃくちゃなことをされる人たちの記録でした。以上です。あとはですね、武魂を、無料でまあ引いたりした時に優秀とか完璧とか出たりするんですけども、これ数字がおかしいですよ。3190とか変な、バグが入り込んでますね。これはね、ここもそうですね。3520。変でしょう。まあ、こういった内容ですね。
その規約の中でね、サイバー攻撃されても、当社としては、死にませんみたいな内容のことを、書いてしまってるんですよね。それ元々の法律だけでいいんですよ。それしてしまったがゆえに、その AI のコンピューターによって攻撃されてる可能性がやっぱりありますから、だからね、その規約、変な規約はなくした方がいいですね。これは日本の六法全書、刑法のところなんですけども、他国も同じだと思います。第175条、わいせつ物、分布等、わいせつな文書図が、電磁記録に、関わる、記録媒体、その他のものを、分布し、または公然と陳列したものは2年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金、もしくは、科料に処し、または、懲役及び、罰金を併科する。電気通信の送信により、わいせつな電磁的記録、その他の記録に分布したものも同様とする。丸に、有償で分布する目的で、全校のものを所持し、または、同校の電磁的記録を保管したものも、同校と同様とすると、18禁っていうものは書かれてますけども、それね、必ずしもそれで通るかって言ったらそうでもないんですよ。性被害者がどう受け止めるかっていうところとかあるんで、その辺のところとかね、今指さしてるところに書いてるわけじゃないですよ。その辺のところを、いろいろ考えていただいて、あとまあ、この辺だけじゃなくてね、こちら判例六法なんですけども、わいせつ画像データを記録、増置するインターネット用サーバーコンピューターが、米国内にあるときでも、同データを含むページが日本語で、構成され、国内プロバイダーのホームページから、右ページに直接移動できるようリンクさせているときは、日本国内から同データに容易にアクセスできるのであるから、米国内のコンピューターに日本国内、から、画像データを送信して、記憶、増置させるときは、わいせつ図が公然陳列罪の、国内犯が成立するっていうことで、ね、もう決まってるんですよ。で、あとは、軽犯罪法とかもいろいろありますけども、映像的なもので言ったらね、この間ね、僕のホームページに、YouTube のところですけども、その辺のところ、他の法律名とか、ついてきますよっていう、これですね、法律名し、指示性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律だとか、この辺のところとかでもね、いろいろと、引っかかってくる内容、あと、集団性のところなんですよね、その辺のところとかも、いろいろ、引っかかってくるので、だから別校さんにも私が再三申し上げてたのはそういうことなんですよ。で、粟井圭介本人ですけど、別校さんの方も、変なマークを使っている、人たちにそういったマークを使わせないだとか、注意警告するだとか、そういったことをね、昔されてたと思うんですけども、いつの間にかしなくなったんじゃないですかね。だからその時の方が、プレイヤーの数は多かったと。あとは、我が天下で言うと、戦国もそうですけども、もともとの国家戦、あれを、移動時間を、3倍ぐらいにスピードを上げて、1時間以内に、国家戦を終わらせると。みんな時間あんまりないからと。そういうふうな形で作った方がいいでしょうね。以上です。この辺のところが、我が天下と我が天下戦国風の、改善点です。もう長い間、僕はそのゲームをしてないですね、両方とも。もうほとんど今遊んでないです。以上です。そうそう、あとこれは僕のホームページなんですけども、335番に、インターネット記事、東洋経済オンラインさんの、インターネット記事にアクセスできるようにしておいたんですけども、5年で閉店は、500超えということで、TSUTAYA という、レンタルビデオショップなんですけども、これね、多分ね、スマートフォンとかの普及で、
潰れてるだけじゃなくて、アダルトビデオコーナーを置いてアウトなんですよ。これも、もう26年ぐらい前から、僕もね、何件か潰してます。思い出せるだけでトータルで6点、潰してます。刑法175条の、罰金250万円以下の罰金、ああいったところを見てもらったらわかると思います。あとは行政からの、行政指導とか、他にもいろんな法律いっぱいあるんですよ。で、何回も行政指導を受けてるのに、改善しなかったら取り上げれるんです、店丸ごと。そういう法律はあります。でね、その辺のところ、店員のものとか甘く見ていると、こういうことになると。そういうことです。だからアダルトコーナーっていうのは本当は置いたらダメなんですよ、結論から言いますと。もうこれは本当の話です。